うん？あ車あるじゃん。誰もいないな。これに乗って特に動かない。なんでこれ止まってんだ。こっちでいいのかな。何これ。ゴンドラみたいな。待て、マリ、あれが見えるか。あ、人か。人間ではないんだ。戦闘用ヒューマノイド。あ、あれを見てください。タレットか。砲塔。わあ、めちゃくちゃ頑丈そうですね。あんなものどこから飛んできたんだろう。おじさん、どうしたんですか。あれは軍隊だ。軍隊ってどの軍隊ですか。複数あるのか。国軍だ。え、あの武器に見覚えはないが間違いない。あの降下方式、墓碑部隊。軍が孫氏に介入。だがなぜ。もしかしたら孫氏で起きた事件のために派遣されたのか。派遣されたのかも。それは不可能だ。作戦ゼロ号が。うん、だってお父さんも軍から派遣されたんじゃないの。何が起こってるんだ。おじさん、さっきロボットは2体でしたよね。あれ、あ、狂ったように打ち込んでくるな。何なの？軍隊なんですよね。なんで私たちを攻撃してくるんですか？あれは無差別掃射ポットだ。降下地点周辺の全てを攻撃する静かな爆弾だ。そんなものが。なんでそんなものがここにあるんですか？朝廷はこの都市を一掃することにしたんだ。ああ。朝廷が？そうだ。墓碑部隊がここにいる理由はただ一つ。サンナビだ。サンナビですって？ああ。サンナビが孫本社にいるのは確かなんだな。確かです。それならきっと本体がそこにいるはずだ。私は隊長と話す。ほう。わかりました。では急ぎましょう。待て。孫本社に行く別の方法はあるか？別の方法？この道じゃダメなんですか？あれは軍事兵器だ。今の武装では勝ち目はない。でも今までだって問題なく切り抜けたじゃないですか。これまでの敵とは全く違う。
それに母妃部隊がここにいるということは、この辺りにきっと。この道を行かないなら、他の道は完全に戻るルートしかありません。本部に到着する前に町が爆発しちゃいます。他に方法はない。おじさん、これを受け取ってください。ん？チップか。差し込んでください。傷つけないって約束するから早く。ん？将軍ご要望の訓練要求出力量条件が高いです。過出力時、軍用強化隊の標準出力量規定に違反します。問題ない、訓練要請を承認しろ。進化運動技能訓練承認完了。対機構兵器訓練を開始します。ほう。ここにいらっしゃったんですね。ペク大佐、私が訓練中の間は、私の娘か？パパ、来ちゃった。娘よ、どうやってここに？今日はトレーニングの日って言ってたでしょ？パパに会いたくて来たの。筋肉おじさんがここまで連れてきてくれたよ。筋肉おじさんか。ペク大佐。ペク大佐はどういうことだ？彼女はあなたに会いたいと言って聞きません。こんな風に。何をおっしゃろうとしているのかはわかります。上の状況は非常に複雑です。後ほど詳しく説明します。パパ、私はここにいちゃダメなの？それは、しょうがないんだ。ここはみんな秘密で働いているところだから。後でまた一緒に遊ぶから、今はパパと一緒にここを出よう。そんなパパは絶対に静かにする。だからお願い。私ここにいたい。ダメ？パパのトレーニングを見てたい。ダメ？もうトラブルは起こさないって約束する。静かにするから。いい？ちゃんといい子にするから、お願い。すごいキラキラビーム出てる。どうする？パパが軍隊に行くととっても退屈なの。友達と遊ぶのは面白くないし、ティラノと遊ぶのも飽きた。パパと遊ぶのが一番楽しいの。軍隊にパパを取られたみたい。ペク大佐。はい。孫少佐は？上で起こった事態を収集しています。大佐は収集に回り、代わりに孫少佐にここに来るよう伝えてくれ。かしこまりました。娘よ。何？これからパパの職場に遊びに来たいときは事前に連絡しなさい。わかったか？わかった。ごめんなさい。約束してくれるならパパのトレーニングを見せてあげるよ。本当？約束する、約束するよ。絶対に先に伝えるね。よし、いい子だ。
トレーニング中は危ないかもしれないから、こっから見てなさい。うん、ここでおとなしく見てるね。いい子だから。なんだあれは。頑張れ、パパ頑張れ。ふう。あ、動かせんだ。高い防御力を持つ気候兵器に対する打撃訓練です。将軍の身体能力で気候兵器を破壊、無力化できる衝撃波を放つためには、マニュアルを出してくれ。L を長押ししてチャージダッシュを発動しましょう。フルチャージ後に LT から指を離すと、チャージダッシュを発動し、攻撃可能なターゲットに自動誘導されます。チャージの最中に A を押し、アクティベーションをキャンセルしましょう。おー。はあ、ターゲットがないと行ってくんないんだ。はあ、あ、それ何なるほど、ね、上にあるってことね。ふんふんふん。よいしょ。チャージダッシュを使うと特定の物体を反対の方向に打ち返すことができます。物体を正しい方向に打ち返して足場として使いましょう。ほう。上か。なるほどね。考えることが多くなったな。下に行きたいが、この間無敵じゃないんだね。痛いね。あれ、もう行っていいのか。あのボックス使わなかったな。やってもうた。うんふん。あ、むず。よいしょ。
ここから先は総合機能試験エリアです。第98訓練場は孫少佐専用の訓練場であり、将軍には適さない可能性があります。同じものを用意しろ。かしこまりました。ゲートの前にお立ちください。総合機能試験を開始します。ハイスコアはション少佐の29秒です。どういうこと？わかんないわかんないわかんない。なるほどね。だよな、そっち行っちゃうよな。むず。まだあんだ。ショーン操作すご。あ、ミスったな。むず。待ってた方がいいな、これ。まだある。わあ。え、今のオッケーじゃないの？オッケーだね。あ、外す。あ、やった。テストが終了しました。お見事です、将軍。もう一度挑戦しますか？無理です。こっから21分以上、こっから巻くの無理だな。かっこいい。やっぱりパパが一番。世界一強いんだ。おっ、お嬢さん。あ、お姉ちゃん。お姉ちゃん久しぶり。すごく会いたかったよ。私も会いたかったっす。お姉ちゃん久しぶりに飛行機に乗せて。あら、会いたかったのはこのためっすか？あ、それか、飛行機って。飛んでる。あのストイックな将軍の子があなたのような無鉄砲でおてんば娘とはね。そうだよ、私おてんば娘なんだって先生も言ってた。でもおてんば娘ってどういう意味？お嬢さん、私みたいに可愛らしい人のことを言うんすよ。そうなんだ、お姉ちゃんはとても可愛いもんね。そのまま受け取ってくれるんだ。天使かな。孫少佐。そうだ、お嬢さん。パパのトレーニングを見たついでに私のも見るっすか？うん、見る見る見る。危ないからじっとしててくださいね。すごい。ほら、転ばないように気をつけて。みんなすごいんだな、この舞台の人は。小さな子の扱いはこうやるんすよ。そんなにうまくやれるのは君くらいだ。パパパパ、壁に張り付いちゃった。面白い。お嬢さんはとても元気っすね。私には若くてはつらつとしていた時期も、私にも若くてはつらつとしていた時期があったかもっすけど。
ああ、軍隊は私たちを変えちゃったっす。村長さ、何が起こったのか説明してくれ。娘はどうやって基地に入ることができたんだ？それが私にもわからないっす。え？誰かが外部からバリアを解除したみたいっす。バリアを？ハッキングか。みたいっす。部隊のファイアウォールが突破されてました。緊急事態が発令され、基地防衛チームと技術部が出動したんすけど、こんな修羅場は今までなかったっすね。侵入者は誰だったんだ？それが一人いるっす。娘か。お嬢さんっす。基地内にどうやって入ったのかと思えば、ハッキングでバリアが消えた直後に入ってきたった、来ただって？そうっす。随分と奇妙な偶然だな。犯人は特定できたのか？ハッキングの目的は？技術部が追跡中っすけど、まだ発見できてないっす。でも不可解な点があって、ハッキングの目的と呼べるものがないんすよ。バリア以外へのアクセスはなかったし、文字通り、ただバリアを解除しただけっす。まるでバリアを解除すること自体が、ハッキングの目的だったみたいに。そんなことがあり得るのか？軍のセキュリティシステムに潜入して、ただバリアを開けただけなのか？ペク大佐が技術部に解明するように迫っているのはそのためっす。でも私もログを見たんすよ。確かにバリア以外には何もアクセスされてなかったっす。このまま探り続けても他に何も見つからないと思うっすよ。はあ。基地内に侵入者がいないか、もう一度徹底的に確認して報告しろ。了解っす。怪しいね。将軍、あの変なことを言うかもっすけど。そうなるよね。これはなんだ？オーバーパワーチップで軍隊で使われ、電子ブースター。どうやってこんなものを入手できたんだ？闇市場で手に入れました。あれ、捨てた。マリー。嘘をつくならせめて話の筋を通せ。これが闇市場で見つかるようなものだと本当に思っているのか？どうやって私が、サンナビを追いかけたくないんですか？理解できないのはわかります。でも時には知らない方がいいこともあるじゃないですか。違いますか？なんか最近ため息多い気がするな。はあ。いやー、なんとなくマリの正体が、先が気になるね。悪意はありません。誓います。ただ、説明できない複雑な事情があります。だからおじさんは、今はサンナビのことだけに集中してくれませんか？お互い本来の目標に集中しましょう。今すぐ動かないと手遅れになってしまいます。
行くぞ。あ、なんか撃たれる。